浜松市立豊西小学校では郷土の歴史についての取り組みも盛んです。国語の授業では地元に残された俳句を勉強したり、社会の授業では史跡などを訪ねるウォークラリーも実施しています。また地元が生んだ文化人の紹介や年表などの掲示物を至る所で目にすることができます。葛西地区には昔のものがたくさん残されているようですね。今日は私も身近な歴史の探索をしてみたいと思います。浜松市の北東部に位置する葛西地区は昭和29年に旧浜名郡葛西町から浜松市に合併し、大字を単位として葛西町、葛西新田町、葛西上町、豊町、豊西町、上高町、喜平町、常武町とそれぞれの町が発足しました。その昔江戸時代には位置が立ち大変栄えていました。商業の流通とともに文化の交流も盛んとなり、さまざまな形でその跡が残されています。中でも俳句の刻まれた石碑句碑は現在309基が確認されており、一つの地区にある数の多さは全国でも例を見ません。豊西小学校から歩くことおよそ15分、元朝院に着きました。ここは明治6年に羽鳥学校が設置され、その後尋常小学校を経て現在の豊西小学校へと受け継がれてきたそうです。葛西地区の学校の発祥の地でもあるんだそうですよ。世の中にほうき当て場やすす払い、これはですね、すす払いってちょっとあれでしょう、これは大掃除のことなんです。そうなんですか。ですからこれは時事夕刊ってこの前書きがあるんですけどもね、ここに時事夕刊、これは、それは明治23年に日本の国で初めて国会議員が選ばれるという選挙があるんですけども、はい、その時に立候補したんです。その時の気持ちをこの句に託して、世の中にほうき当て場や、いわゆる世の中に実はお掃除のゴミを払って、実はお掃除をしようという立候補の意気込みを、意気込みなんですか。時事夕刊ってその感じをね、立候補した時の気持ちをこう歌った俳句なんです。これはどなたの句なんですか。これは松島実子と言いまして、ここのお寺で、関係の非常に深い方で、ここが菩提寺になってるわけなんです。松島実子、1849年嘉永2年現在の豊西町に生まれ、6歳の頃から元朝院にて読書や習字を学ぶ。15歳の時、現在の大瀬町に住んでいた栃木医学について俳諧を学び、17歳で俳諧判者の免許を得る。また二宮尊徳の教えを熱心に研究し、法徳主義者となる。俳諧の指導者としてのみならず、中前地初代胡長、稲佐新玉郡の郡長なども務め、政治家としてまた行政官としても大きな功績を残した。自宅の隣には武将庵という庵室を建て、門人を集め俳句の普及上達を図っていた。地元では第二の松尾芭蕉とも言われ、実子の徳風を慕って集まった門人は全国にわたって2万人を超したと言われ、50基以上の句碑が中部地区を中心に分布している。葛西地区に多くの句碑があることも、松島実子の存在を忘れることはできません。よく知りませんけど、うちの親父に言わせると、当時若い人が博打ったりろくなことの遊びを覚えないんで、健全娯楽の意味でおじいを始めたんだいって、よくうちの親父はそう言ってましたけどね。奥山が焼けた時なんか40日間畳なしで奥山に畳を外いて持ってけってですね、奥山半蔵坊へ、ね、よくうちのおばあがぼやいて40日間畳なしで寝たい言って、話聞かされましたけど。
そういう無欲な男ですね。あ、今日は国見ですか。はい、ちょっと勉強しようと思います。いらっしゃいました、はい、じゃあご案内しますか。はい、よろしくお願いします、はい。ここ元長院には戦死した実子の次男の慰霊碑や農学者、法徳関係の方の句碑などもあり、また本堂の中には地元の画家水野遺文による実子の肖像画も保管されています。元長院から西へ行くと昔の戸田住まいを忍ばせる葛西街道に出ます。この通りに面した福来寺、中には葛西観音堂があります。市場が開かれたところなんですが、はい、あ、なんかお線香の匂いがしますね。そうですよね。こちら観音様祀られてるんですか。ここはあの古くから葛西の観音様ということで、はい、あの奈良時代から、ま、あの祀られたという言い伝えがあります。こちらは葛西の市の中心地でもあり、商売繁盛を願ってだるま市が開かれるようになりました。福来寺からさらに西へ進むと葛西小学校、そして葛西小学校の隣にあるのが宝永寺。宝永寺にある百塚は松島実子の皇帝大木随主の呼びかけで日露戦争の戦死者の霊を慰めるために、その中興碑のそばに建てられたものです。最初は福来寺にありましたが、その後御殿山稲荷宝永寺へと移されました。平成4年には地元の有志の方々と郷土の歴史と文化を学ぶ会の皆さんがきれいに整備し直しました。あ、じゃあ中の方案内してもらえますか。じゃあ中行ってみましょう。はい、お願いします。立派なもんですね。いや、これ古いもんですけど、なかなか立派な額がかかっていますね。うん、本当だ。あー、こちら立派な木ですね。これも花終わっちゃいましたけれどもね、藤棚なんですが、三色藤って言いましてね、今日初めの頃植えられて、はい、で当時 の、 あの浜松というか、この遠州地方の一つの名所になってたんです。宝永寺の隣は葛西中学校。葛西中学校の生徒の皆さんも地域の歴史と文化を学び、郷土史を観光しています。葛西中学校の隣は御殿山稲荷、葛西城跡と言われています。言われている。この区域は大きいですね。この地域にある中で一番大きいくらいって言っていいほど立派。そうなんですか。これは実子の先輩にあたる名倉遠跡の区域です。こちらには他に尾張の画工芝老仙の筆塚、国学者平田篤胤の歌碑もあります。ここは上明寺と言いますけれども、はい、言われは葛西城の城主の一人だった葛西貞明という人がいるんですけども、はい、その方の建てたお寺だと、まあ、いうふうに言われています。ここお墓ですよね。もちろんお墓ですけども、はい、その中にですね、ここにあるご案内したのは、はい、文化文政時代といいますと、実子さんのもうおじいさんの活躍した時代になりますけれども、もっと実子さんの前なんですね。時代はちょっと前になります、はい、その時代にこの地域でというよりも遠州の中で非常に活躍した一人の俳人がいたんです、はい、でその方が内藤左近。内藤左近、左の光という俳号を使ってますけど、ね、名前は読めますね。近いもの、葛西町にはお宮さん春日神社が3社あります、はい、でここは葛西新田町の春日神社ということになりますので、途中ですからちょっとお参りをしていきたいと思います。はい、春日神社の先には宝光院があります。宝光院にある松尾芭蕉の立像と八旗の句碑は地元の俳句の会若草会の皆さんが建てたものなんだそうです。
若草会とは実子の皇帝大木随所、酒井春宝、酒井春夫、今泉積水、田辺竹石らの系統を引く葛西地区の俳句の会です。始まりは慶応元年の頃で、当時は新俳連、狂言社などと呼ばれ、昭和23年頃から若草会となり、現在は20名ほどで葛西地区の俳句文化の継承に力を注いでいます。松島の実行のあの門人後を継いだあの大部庵酒井春夫という方の声なんです。心願に聞く世のを吹かす梅雨の音と心を澄まして、ね、聞いてると梅雨の音が聞こえるこういうようなあの意味合いになろうかと思いますけれども、そうですね。またこの他にもたくさんの句碑が残されているところがあります。豊西町の御嶽神社にある百人一句塚は明治29年に実子が呼びかけ、遠州地方の俳人たちが建てたものです。昭和56年社殿改装、境内整備事業に伴い句碑もきれいにされました。御嶽神社から北東に位置するこの笠谷大橋と同じところに明治19年松島実子は経済や文化の交流のために豊田橋という橋を渡した記録があります。明治の型破りな吟遊詩人には先見の明もあったようです。いかがでしたか？ゆっくり歩いても1時間ぐらいの距離だったんですが、句碑や昔のものをたくさん見ることができて、当時の様子を垣間見たような気がします。昔の人たちが残したものとそれらに秘められた思いは、今生きている私たちにとってかけがえのない財産だと感じました。この財産をまた次の世代へと伝えていくのは私たちの務めでもあるのでしょう。太陽がまぶしい季節、晴れた日には爽やかな風に吹かれてのんびり歩いてみませんか？あなたの周りでも何か発見できるかもしれませんね。